ジングルが陰謀、未確認生物、神秘、異次元、消えた大陸、ラーメン、地球、未確認飛行物体、都市伝説、ジロマさん、おにぎり、秘密結社、プロフェッション、学園、宇宙人、月の裏に。このコーナーでは世の中でまことしやかに語られているあの話をアリさんの耳で検証していきます。陰謀ウェンズデー、はい、今日は私が、うん、ソロでヒップホップのお送りしたいと思います。アリさんお休みということでございますね。アリさんはヒップホップ、まあですね、うん、トゥーパックシャクールは、はい、ジョーさんご存知でしょうか。名前ぐらいは知っています。名前しか知らない。いや、ほとんど知りません。僕はもう陰謀も通ですけど。California Love で、わかりますよ、はい、曲はわかりますよ。出してみてみますか、はい、一応こんなアーティストだったということで、ほとんど聞かないです、ね。まあ、トゥーパックを中心にちょっとこう紹介していきたいと思うわけですけど、うん、ちょっと興味深いです、ね。あの横浜時代に僕、うん、ヒップホップ R&B 番組をやってましてですね、まあ、ちょうどその頃に彼は亡くなっているんですけど、うん、確か亡くなった年に僕辞めたのかな。辞めた、あ、辞めてないや、まだ始めた頃か、うん、まあ、トゥーパック・シャクール、1971年にニューヨークで生まれて、はい、まあ、亡くなったのが1996年、うん、25歳の若さで亡くなったわけですけど、はい、まあまあ前世紀の頃ですね、うんうん、まあ、トゥーパックラスベガス の、 あのマイク・タイソンの要はヘビーウェイトボクシングタイトルマッチかなんか、うん、見終わった後にそのラスベガスの、道でこう暗殺されて、はいはい、亡くなるっていう、うん、まあ当時はもう大事件 で、 そうです、ね、結構話題になりましたけど、まあ、その後あのノートリアス B.I.G. というまたもう一人のヒップホップアーティストがその数ヶ月後にまた暗殺されるわけですけど、うん、はい、まあ、当時僕もあの R&B ヒップホップ番組をやっていたので、うんうん、あのまあ一般的に言われていたのが西海岸のヒップホップと東海岸、東海岸のヒップホップ構想みたいなこと言われてましたよね。これがね、ツーパックス一番有名な、はい、うん、曲ですけど、これあれです、うん、この曲が何年後出たんですか。この曲が出てからそこから10年ぐらい、うん、六本木の あのアフリカ系の方がこう店長とかやってる飲み屋はとか飲み必ずこの曲ばっかりかけてます。分かります、もうこれしかないのかみたいな。まあ、いい曲なんだけど、その当時も飽きちゃいました、私はね。とりあえずこれが2パックの六本木の景色が浮かぶという、有名な曲なんですけど、はい、まあ、これは私も知っております、まあ、とにかく、はい、その当時は、うん、あれだったんですよ、西海岸のヒップホップ対なんか東海岸のヒップホップで、それでこうバトルしてた、構想してましたね。その構想に巻き込まれた2パックとノートリエス B.I.G. が暗殺されたみたいな話だったわけですよ、うん、はい、そんな風にニュースは伝えてましたよね。当時ベビーフェイスとかってアーティスト知ってますか。わかりますよ、ベビーフェイスがゲストで僕インタビューしたこともあって、その当時なんかあの、まあ、この論争が起きた後、うんうん、2パックが暗殺された後にちょベビーフェイスとかインタビューしてた時に、うん、これなんでこういうことに起きちゃうのは、オダックラ君その黒人の音楽の世界 で、まあ、で本人もなんかすごい寂しいことだ、うん、仲良くすればいいのに、せっかくいい音楽を両側で、そうだね、せっかく作ってるのに、うん、なんでこんな論争になってしまうのかなっていうふうにベビーフェイスもなんかもうすごい悲しい目をしながら語っていたわけですけど、うんうん、でもそれがまあもう90だからもう来年にはもう20年になるんですね。死後20年、死後20年になるわけですけど、はい、あのまあ、当時僕もあそうなんだ、西海岸とか東海岸の論争、まあ、しょうもないな、こういうなんかもうお互いなんかディスるようなラップを歌っていて、うんうんうん、だからお互いをなんて怒らせてこういうことになったのかなって思っていたんですけど、うんうん、それはやっぱり陰謀の世界ですよ、探っていくと違っていたと。なるほど、ちょっと待ってくれよと、でいろいろなその後こう、まあ、19年間も経ってですね、うんうん、いろいろなリサーチをした方、いまだにこの暗殺され
た要は暗殺者は未だに出てきてないんですけ ど, どそれもまたすごい不思議なんですよ。まあそうだよね。ラスベガ ス、いやマイク・タイソンの試合が終わった目撃者はものすごい人いますよね。いやそれはそうですわ。大人気でしたマイク・タイソン。いや当時のマイク・タイソンも、ね、しかも大スーパースターの2パックが出てきたリモジンに乗った中リモジンに拳銃を突っ込んで何発も撃った人が未だに見つからないっていうことが本当にまた不思議な、まあ、それは本当にそう思います。どういうことなのみたいな。でこれを探っていくとどうやらこの西と東の論争なんて最初からなかった。あそれもフェイクだ。もう本当にフェイクで遊びでやってただけの話だったので、うん、これを探っていくと実は2パックの両親ともどもブラックパンサーのメンバーであった。来ましたね。おじいちゃんもブラックパンサーのメンバー。あのいとこのおじちゃんもブラックパンサーの。それはもう証明されてる、ね、もう証明されてるんです。でこのブラックパンサーっていうのは、うん、知らない方、うん、これ何かというと、まあ、それもまたあのこう当時僕もアメリカとかに住んでましたから、ええ、高校時代僕ブラックパンサーのなんかあの論文みたいな論文っていうの、うんうん、研究の書いたんだ研究を書いてなんか先生に怒られちゃいましたこんなこと調べるんじゃない保守的なキリスト教徒の格好に行ってない。あ、まあ、それはそうだろうね。デイブ君これそんなことダメですよ知らなくていいと、言われたんですけ ど、はい、このブラックパンサーって当時、うん、要はあれですよね、あの60年代 の、 あのアメリカ の、 あのいろいろあったじゃないですか、はい、あのマーティン・ルーサー・キングとかマルコム・ X とかいた時代で、うんうん、まあ、その当時 の、 あのマーティン・ルーサー・キング牧師は平和的にその差別を解決しよう、うん、そうですね。でその中に今度はマルコム・ X の方はいやこうやられたらやり返せみたいな、うんうん、ところからあの、まあ、お互いその差別黒人の差別に対しての、うん、あのに、まあ、戦ってきた2人なんですけど、うんうん、戦い方が全く違っていたと。そうですね、マルコム X は、うん、でそのブラックパンサーっていうのはマルコム X の方に影響を受けてその後、まあ、マルコム X も暗殺されるわけです、うん、もうマーチン・ルーサー・キングも暗殺されるわけです、うん、もう暗殺だらけですね、うん、この当時のアメリカも。で結局そのマルコム X のいややられたらやり返せの考えでこのブラックパンサーっていうのができるわけですけど、はい、だから当時、まあ、確かにすごい過激なことをやっていたっていうふうに僕は、うん、は教わったわけですね、うん、だからブラックパンサーっていうのは本当非、まあ、もうあのキング牧師と違ってもう暴力的な団体だった、まあ、黒人のというふうに、まあ、あのそういう教育を受けていったんですけど実はそれもまたちょっと曲げられちゃった。確かにそういうことはやったけどやられたからやり返しただけであってもともとブラックパンサーっていう組織っていうのはその貧しい黒人の中でどうやってこう差別の中、うん、あの ものすごいこういい団体というか、うんうん、あの教育にあの向けてもすごい力を入れてたし要は貧しくて食べ物がないその黒人の人たちに食べ物を配ったりとかすごく、うん、あの そういうあのいいことをやっていた団体だったわけですよ。もともと病院とかも作ってるんですよね。なんか人民病院とかね作ってるんですよ。そういうことをやっていた団体が実はそのお父さんお母さんおじいちゃん、うんうん、あのおじとかにその2パックはいたわけです、うん、まあ、そこからあの2パックっていうのは13歳でもう革命家としてそれだけもう周りの、まあ、そういう人たちに教育を受けたのでそこもう13歳から自分で革命家として運動をスタートして、うん、もう17から18ぐらいの時にニューアフリカンパンサーズっていう、まあ、ブラックパンサーズが亡くなった後に新しいニューアフリカンパンサーズっていう組織の中のチェアマンに、うん、あ、もうそうだ、もう17、18で上がったわけですよ。であのその後じゃあ、あの当時あの西海岸の方でギャングがいたの覚えてます？あのクリップスとブラッズっていう、はいはい、覚えてます、うん、でブラッズっていうのは赤いバンダナをしていて、うんうんうん、クリップスっていうのは紫のバンダナをしていてもうあの、まあ、トップの要は黒人のギャングスターたちがもう大バトルをロサンゼルス、ね、西海岸でやっていて、ね、それがどんどんもうアメリカ中に広がっていってですね、うん、あのかなりの
もうものすごいバトルになっていて、うん、警察が戦っていて、うん、もうクリプスとブランツの、まあ、資金源っていうのは覚醒剤ですとか、まあ、ドラッグですとか、うん、そういうことをやっていたわけで、まあ、まあ、ものすごい力を持っていて、うん、確かこう日本にもその影響もあって、 あの当時あの渋谷の何でしたっけ、あのチーマーみたいなチーマーみたいな連中もそれに影響を受けて、うん、赤いバンダナしたりとか紫のバンダナしたりとか、だから僕の番組に来るなんか新しい AD のやつもそういうあのあれですよ、あのクリップスっていうのがコロラドロッキーズっていうメジャーリーグのチームが CR っていう帽子をかぶっていて、うんうん、そのコロラドロッキーズっていうメジャーリーグのチームのあのチームカラーが紫だった、ね、なるほどね、ちょうどそのクリップス、うん、CR がフィットしたので、だいたいクリップス あのギャングスターはそのコロラドロッキーズ、コロラドロッキーズも いい迷惑ですそうだよね、 それがもう、うん、もうトレードマークになっていて、日本でもその CR の帽子をかぶった連中と今度赤いバンダの連中がなんか真似していた時期もあって、うん、この人たち本当に 何をやってるのか知ってるのみたいな、危ないね、その時にも僕がなんかこう説明しないと、あなたたち殺し合いをやってるこのギャングスターの帽子格好してるんだよ、簡単にしちゃいけないよみたいな、それでかっこいいヒップホップを聞くみたいなことをやっていたんですけど、うんうん、その中で、うん、あれですよ、ちょっと話の途中ですけど、一曲止まんなくなってるんです、2パック、はい、まあ、いい曲もたくさん中でこう結構あの、まあ、社会のことを歌った曲がいっぱいあるんですが、その中で一曲あの2パックが、まあ、90年代亡くなった後に出たのかな、うん、まあね、この Changes っていうあの有名なあの That's the way it is っていうあの曲のカバーなんですけど、まあとにかく、うん、Changes っていう曲を出してるんですけど、まあすごいな、彼がすごいなと思うのが、そのオバマ大統領が大統領になる前ですよ、うん、オバマ大統領はチェンジチェンジとか言いながら大統領にもう7年前になったわけですけど、全くアメリカなんて変わってない、それをもうすでに彼はオバマが大統領になる前にも歌っていたと、全くアメリカの社会っていうのは変わってねえじゃないかっていう2パックの Changes でしょ、2パークでチェンジズをお送りいたしましたけど、あれですね、ブルース・ホーンズビー、はい、アンド・ザ・レインジの曲を名曲ね使ってラップをしてるということで、うん、まあ世の中を変えていかなきゃいけないんだと2パークが歌ったわけですけど、うん、あの先ほどそのロスのギャングスターの話しましたけど、はい、クリップス&ブラッズ、うん、まあ敵対していてこう、はい、もうロサンゼルスはその当時すごいことになっていたわけですけど、うん、どうやら後に2パックが亡くなった後に2パックのマネージャーの話によると、まあ2パックというのはその後こうラッパーとして大ブレイクをして、あのデスローレーベルというところに入るわけですけど、まあさっき言ってたデスローって何でしたっけ、死刑囚、死刑囚っていう、うん、まあひどい名前 あのロゴマークもひどいロゴの電気椅子に座ってる死刑囚、座ってる死刑囚が あれですよね、ロゴになっていたデスローレーベルに入るわけですけど、そこでまたさらにブレイクして、うん、まあギャングスター的なラップをガンガンやるわけですけど、うん、でまあそこで、まあ、最初に話したその西海岸のギャングスターと東海岸のギャングスターラップの構想に、うん、あの巻き込まれて亡くなったんじゃないか、まあ、あれです自業自得じゃないかと、うんうん、そんなことやってたからみたいなことを言われていたんですけど、実はそのマネージャー曰く彼はわざとそのギャングスターラップをやって自分もギャングスターのふりをしてクリップスとブランズと仲良く、うん、し始めたわけです。なるほど、まあ認められたというか、うんうん、自分もギャングスターなんだみたいなこと。なるほど。で地位も上がったし名前も売れたと。そこに入っていった2パックはこの2つのギャングスターを仲良くさせようとした、うんうん、でうまくいってたんです。なるほど。お前らいい加減やめろと、うん、その我々黒人同士で戦っている場合じゃないじゃないか、うん、バカどもと、うんうん、でそこでなん彼はだからその地位もあったし、あの知名度もあったから聞いてくれたわけですよ、うん、クリップスの、うん、ギャングスターのヘッドのブラッズも聞いてくれて、うん、そこで仲良くさせて、そこに今度ヤングローズっていうラティーノ系というかプエルトリコ系のギャング連中もいて、そいつらも
ひっくるめちゃって、なるほど、みんなでこうやって仲良くして世の中変えていこうぜっていう話をしている途中で、まあ彼はレイプ事件だなんとか事件でっち上げ事件でここに巻き込まれてしまって、牢屋に一回こうぶち込まれて しまって、まあまたそれから出てきて、その出てきたところで、まあ結局は暗殺されてしまって、で後にこう調べていくと、そのデスローレーベルって彼が入っていたそのレコードレーベルですね、レコードレーベルの中にはCIA とか FBI の工作員が実はいたと。だった。なるほど。これはかなり彼は仕掛けられた。なるほど。罠にはめられたんじゃないか。まあ当然まあ、そこでまたイルミナティに暗殺されたのではないかみたいなことを言われて、彼本人もキルミナティってイルミナティを殺せみたいな曲も出したりとかしちゃったので、そこで、まあ、暗殺されたのではないかというその陰謀説がこう出てくるわけです。なるほどね、まあでもそれは本当にあり得るでしょうね、うん、要はやっぱりね、揉め事が何かやっぱり世の中を不安にさせて揉め事があるということが、その国家を動かしてる人たちにとっては一番都合のいい状態ですから、うん、まあ、それをピースにされたら困るわけですよね。まあ、もともとそのマルコム X からブラックパンサーズがあって、その両親がブラックパンサーにいたという話がありましたけど、そのマルコム X も当時その60年代にアフリカのいろいろな国々のトップたちは当然黒人じゃないですか、うん、で黒人のトップたちはやっぱり当時マルコム X のとしか会話をしたくないというふうに言っていて、でマルコム X は当時アフリカの国々をこう、まあ、まとめようという運動もどうやらしていたらしいと、うん、でそうなってしまう、その当時のアメリカとか欧米の企業とかいうのはアフリカが発展してもらっちゃ困るわけですよ、うん、だから発展してしまうと今度はそのナチュラルリソーシスアフリカにあるたくさんの、資源が安く手に入らなくなってしまうわけじゃないですか、うん、なるほど、向こうのヘッドたちがマルコム X の言うことに聞いてちょっとこう知能が上がってしまったら、うん、あ、ちょっと待ってくれ、うちらこれでお金稼げることできますよね、うんうん、単純に欧米人に搾取されてる、乗っ取られてる、うん、それを避けるためにマルコム X も暗殺されたのではないかというふうに言われて、まあその中で同じようなことをツーパックがどうやら若き、ね、25歳の少年ですよ、青年がそういう同じような近いようなことを国内でしようとしたのを封じ込めたみたいなことになるわけです、ね、まあでもそれは遠い国の話のようで、やっぱり日本でもやっぱり政治運動をなさってる方とかがやっぱよく言うのは、そのある程度力を持ってくるとね、結構冤罪でパクられたりするケースがあったりするんですよね、その痴漢疑惑みたいなのにあったりとか、盗撮疑惑みたいなのにあったりとか、まあ実際そういうことをなさってる方もいるのかもしれませんけど、比較的そういうことを気をつけていないと、だから政治運動するようになるとなるべく電車に乗らない方がいいっていうっていうふうに言われます、ね、言われますよね、はめられるぞっていうことはね、まあだからこう、まあ他にもやっぱり政治的な運動をしたミュージシャンっていうのはどこかで何かが起きてしまっているか、うん、まあこのトゥーパックだけではなく、うん、またこのジミー・ヘンドリックスやら、あれですよ、ボン・マーレーやら、ジョン・レノンもそうですけど、うん、影響をどん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 が強めていく人たちはこういう不思議な死を遂げるみたいなことがありますけど、うん、はい、またそれは次回お送りしたいと思いますけど、はい、ラストにですね、一曲、うん、モスデフというアーティストが、これまたヒップホップアーティストなんですけど、今知ってます？モスデフって、わかんないです、あんまり聞いたことないでしょ、全然わかんないです。彼も結局だからメインストリームで今のヒップホップっていうのはもうどん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 、いやもう金儲けしてなんか高級車に乗って女ガンガン酒ガンガンみたいな、ラップがある中で、彼のラップっていうのは今の、現状やらをこう歌っているわけです。それはオバマ政権のことを歌ってるってこと？オバマ政権やらいろいろ歌ってます、世界の成り立ちを、まあアメリカの今の政治のことをすごく歌ってる一曲あるんですけど、はい、Mathematics っていう曲をお送りしたいと思うんですけど、まあ数学ですね。数学ですね。まあいろんな数字をこう、はい、彼はこの曲の中でラップしてるわけですけど、うんうん、まあ一つ面白いのが、今現在、これ、いつの時代の2008年ぐらいの曲かな。7年ぐらい前ですかね。ぐらいの
曲ですけど、うん、まあ、要は 40% の今のアメリカ人は携帯電話を持っていて、うん、みんなの会話を盗聴してるだの、ここ20年間で、軍は、うん、これ7兆円を使っているにもかかわらず、いまだに我々はなんかこう怯えてアメリカで暮らしていると。なるほど。だからこの7兆円は何のために使ったのかみたいな、まあいろいろな数字を出してこう歌う、マスレフの Mathematics という曲でお別れしたいと思いますけど、ではお送りしたいと思います。マスデフ、マスレフ、マスレフ。